アキーは、ムクロジカアキー族の樹木、またはその果実。ジャマイカの食文化に、重要な果実である。熱帯西アフリカ造下海岸及び、黄金海岸の森林に、原産、常緑樹で高さは15メートルにまでなる。小さな緑がかった花の長い創状果樹に続き、赤、または木、大色の果実は、内部が三列編に分かれており、 それぞれに5から10センチメートルの長さで光沢のある黒く丸い種子と黄色の果肉が入っている。売れると自然に劣化し、多肉質の仮種皮の先端についた種子があらわになる。1770年代に奴隷船によって西アフリカからジャマイカにもたらされたと考えられている。1793年、イギリス海軍の士官ウィリアムブライによってヨーロッパに紹介された。 俗名のブリルゲーヤは、ブライを記念して付けられ、種相名のサピダは、水を石鹸のように泡立たせる成分が種子に含まれていることを指している。原産地の西アフリカではほとんど食用にされず、移植されたジャマイカで飲み食べられる、不思議な果実である。果肉を野菜のように調理して食される果実で、味はフルーツの甘みがなく、クルミのように脂肪分のコクがある。 未熟の時は有毒で、外側の赤い皮が引けると食べられるようになる。ただし、完熟時でも、果肉の下にある膜の部分は毒を含んでいるため、調理時に取り除かれる。ジャマイカではとても好まれる食材で、卵に似た黄色いアキーの果肉と塩漬けのタラを炒めた、アキーソルトフィッシュは、ジャマイカの国民食と言われている。ジャマイカでは、アキーの缶詰が流通しており、 日本や北米などの地域でも一部のジャマイカ料理店で缶詰を調理したアキー料理を食べることが可能である。未熟のアキーには高濃度のヒポグリシンというシクロプロパンを含むアミノ酸系の毒物が含まれている。原産地の西アフリカではアキーを量の魚毒として利用している。人間がヒポグリシンを摂取すると痙攣、昏睡、致死性の脳症などを誘発し、最悪の場合は、 数時間で死亡する危険性がある。ジャマイカや西アフリカではアキーの摂取が原因の死亡事故が報告されており、この病気はジャマイカオート病と呼ばれている。過去にアメリカの厚生省にあたる FDA はアキーには健康上の問題があるとして、米国内で流通していたアキーの缶詰を回収している。熱帯植物研究会、熱帯植物養卵第3版養犬堂、 1991年274ページ。4から92万4395から03。XHAT AB CDFGHIJK l m サンティック、ブライアント2008 P96 FDA 報告資料アーカイブド2006年11月29日。アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。